吉田さん、何気なく使っていた言葉ですけども、まさにね、暇つぶしとか時間をつぶすっていうね、この言葉ですよ。まあよくね、なんかこう下り顔で、人生なんて暇つぶしの連続だよみたいなね、そんなこと言う人もいますけども、まあそれを否定はしませんけども、私はまた逆ですね。人生は有限なんで、暇は一瞬もないとも言えるし、暇でなければやりたいことができないっていうところにも今ね、いるわけなんですよ。いや、まさにね、今の暮らしを考えた時に、自分が望んでもいないような1日10時間や12時間の高速労働に私は人生を捧げる気にはなりませんね。たとえそれが生活費を約束してくれるものであっても、まさにそれはお金の奴隷になってしまうと思うんですよ。これは今その暮らしをやってる方にはちょっとね、失礼な言い方になるかもしれませんけども、あくまでも私が私に対して感じる価値観ですからね。他者に対してみんな奴隷みたいだよねって言っていることではありませんからね。で、その中で暇つぶしとかね、時間をつぶすっていう言葉、確かに世の中にあるんですけども、私は待てよと、暇はないだろうと思うわけなんですよ。時間つぶししてる時間はないだろうと思うわけですよ。だからこそ他の人がやってることにいちいち口挟んで、ちょっとあんたねとは言いませんよ。自分に対しては、俺の中の暇はまだまだあるんじゃないかなと。その暇をちゃんと使い切ってるかな。なぜなら、何時間か計算はしてませんけども、人生における暇っていうのは限られてるんですよね。だから暇をただ潰すだけの時間は、これは本当にいらないなと。暇を暇じゃないものに潰していく、もしくは暇を有効活用していく、そのために与えられたものが暇であり、そのために作っているのが暇や時間だと思うんですよ。でなければ、自分で時間とお金をコントロールできる、こういったね、起業家っていう道は選んでないんですよね。さあ、それでね、今回は見るっていうことでテーマをいただいたんですけども、この見るに対して私はね、感じるっていうところまで行ってみようかなと思います。人は見て感じるものって結構多いんですよね。例えばね、ネットワークビジネスのプレゼンをするときに、講師が壇上に立ちますよね。そこで大事なのは、爽やかな見栄えと、きちんと切り揃えた七三の髪型、茶髪とか無造作ヘアじゃなくてね。で、スーツを着て、時にはネクタイを締めて、パリッとしてホワイトボードを使って喋るから説得力があるそうなんですよ。これすべて話してる内容じゃなくて、どう見えるかが勝負になってくるんですよね。そこで大体6割決まるらしいんですよ。あとは喋り方、伝え方、身振り手振りやアイテムを使ったりとか、エビデンスを示したりとか、たまにはグラフを使ったりとかね。そしてお金持ちになった後、南の島でなんかハンモックに揺られてるところとかね、ビジュアルを見せていく、つまり見せることがほとんどで、じゃあ話す内容はどのぐらいかっていうと、たったの 17% しか影響しないらしいんですよ。じゃあ話す内容を詰めたところで、全体影響の 17%、 その中で勝負するのか、見せることですでに勝負をつけてしまうのか、これですよね。実はね、私の速稼塾の塾生さんって、不思議なことに他の人とは違って、普通の家で喋ってる、でも内容が共感するんだってことで信頼していただけるんですよね。逆にそれっぽいホワイトボードの前でそれなりに喋ってるところっていうのは、もう見飽きてるから信用できないっていう風な見方の人が速稼塾に入ってくださるんですよ。まさに私の見せ方の、これはね、勝利だなと思います。隙間なんですよね。実は知ってるんですよ。ホワイトボードをバックにきちんとね、YouTube 大学みたいな感じで中田敦彦さんみたいにやると説得性は増すんですよ。でもその世界にはすでに中田敦彦さんもいらっしゃるし、カジサックさんもいらっしゃるし、それからね、名だたる有名起業家の方、有名ネット講師の方がいらっしゃるわけですよ。私はちょっと違った視点で、我が家からちゃんとこうやってね、掛け軸があったり、和風の家でね、もうね、タワーマンションとかじゃないんですよ。で、しかも普段の格好からお届けすると、そこには着飾るところもないし、偽るところもないし、等身大の自分、最低限ひげを剃ったりとかね、髪の毛を染めたりとか、今日はボサボサなんでこれで帽子かぶってますけどね、最低限ここは身だしなみだよってレベルを守った後は、自分のスタイルってものをずっと一貫してるわけですよね。つまり見せることの勝利なんですよ。人によっては1年間ずっと見てました、2年間見てました、3年前から見てましたっていう人が
今日決断して速稼塾に入ってくださる、そういう流れなんですよね。はい、見せることは感じることにつながるわけですよ。さあそこでね、感じることに対してちょっとね、また故事成語を調べてみましょう。感じるっていうのは上の辺と下の心っていう作り、いわゆる作りですよね。まあ呼び方はそれぞれあるんでしょうけども、上半分と下半分に成り立っています。その今回は下半分、心ですよね。心っていうのはまさに見えるものではなくて感じることなんですよ。そして上のこのなんていうのかな、あるいはっていう感じに似てる、ちょっとね変なやつこれゴニャゴニャっとしたやつ、あれはね武器と口を表してるらしいんですけども、要するにあれは見えるものなんですよ。上は上の見えるものに対して下に心が備わって感じるって言葉を作ってるらしいんですよね。そしてこれは神様を思うっていうところが語源にあるらしいんですよ。まあいろいろと申し上げましたけども、感じるってことは先ほどのね前半の話と同じように見ることによってどう感じるかが決まってきます。だからどう見せるかがやっぱり勝負なんですよね。まあ、その中でね、私はね一つのエピソードを紹介したい。ある女性なんですけども、花を見るたんびに涙がねこう出てきそうになると、感動するそうなんですよ。花を見るたびに、これはね私がちょっとしたスパイスを入れてるんですよ。それはどんなスパイスかっていうと、ある時ね、まあ、こういう話をしたんですよ。死ぬ時に一つだけ持っていけるものがあるとしたら何を持っていきたいかということで、まあ、話がね流れていったんですよ。その中で私は聞かれました。あ、俺だったらね、そうだな、花を持ってきたいかなって答えたんですよ。花をね、まさに花ですよ。その時までその女性は花に対して綺麗だなぐらいの感情しか見えてなかったんですよ。綺麗だなっていう感情しか見えてなかったんですよ。にそこに私がスパイスを入れたんですよ。まあ、言うまでもなくこの女性っていうのは私の奥さんですけどね、私はね花を持っていくって言いました。そしたら、え、なんで花みたいなこと聞くわけですよ。てっきりね、あの世からでも放送できるような YouTube の仕組みとかパソコンなのかなと、ウェブカメラかなと思った、もしくは本を持っていくとかね、勉強したがるかなと思ったから、そうかなと思ったし、好きな食べ物を持っていくのかなとか、いろいろ思ったんだよ。なんで花なのって聞いたわけですよ。そしたら私が答えたんですよ。いや、あのね、花を持っていくじゃない、で多分俺が死んで随分遅れてから君が来るだろ、だからそのまでの間にね、俺花を育ててさ、花束を、花園を作っておきたいんだよね、うん、っていうふうに話したんですよ。それからなんですよ、彼女が花を見るたびに目が潤むようになったらね、ぐっと胸が詰まって涙が出るそうなんですよ。つまりこれは花を見るっていうそれまでの感じ方から、その私のストーリーというスパイスにねもうほだされて、そのたんびに思い出すような、まさにねこう逆トラウマができたわけですよね。花を見たら私のそのエピソード話を思い出してグッとくるみたいなんですよ。まあ、ですんで花束を見つめるといつもそれを思い出すから、花があんまり見れなくなったというふうな形でございましたね。そのぐらい見ることって感じることをね想起させるんですよね。はい、ということで、まあ、奥さんの心をゲットするために、まあね、私のねこの女たらし時代のその数々のトークが生きているということでございました。そう思ったらね、人生の引き出しはいろんなところで人の役に立つなと思いますね。感じること、いかがでしょうか。あなたはどんなものを見てどんなものを感じたでしょうか。それは情報という先入観によって感じることを方向づけられているんでしょうか。それともあなたが自発的に心の中から神に与えられたような感情をもとに感じているんでしょうか。コメント欄で教えてください。じゃあ、いってらっしゃい。